アルベール・マルケは、フォービスムに分類される19世紀から20世紀のフランスの画家。1875年、ボルドーに生まれる。1893年、パリの装飾美術学校に学び、続いて、エコール・デ・ボザールで、ギュスターブ・モローの指導を受ける。ここで、同窓生の6歳年上のマティス、ルオーラと知り合った。特に、マティスとは親密で、マティスから絵具を買ってもらったり、 二人で肩を並べて描いたという。後にマティスは、マルケのことを、我が北斎と呼んだと回想している。一歳年上の小説家、シャルル・ルイ・フィリップとも仲が良く、その出世作、ビュービュード・モンパルナス出版にあたり、マルケに差し絵を依頼している。ただし、これは、出版社に拒まれ実現せず、マルケの守護夫人によって出版された。後に、 フォービスムと呼ばれる画家グループに加わるが、マルケの作風は、激しいデフォルメや非現実的な色彩を用いない、穏健なものである。派手さや革新性はないが、グレーや薄い青を基調とした、落ち着いた色彩と、穏やかなタッチで、パリの街や港の風景などを描き、水の画家と評された。生涯に、アルジェリアを含め各地へ旅したが、こうした、 穏やかな画風が変わることはなかった。ありがとうございます。